この子でもテレビ3回出てますそれはもう人生においてやっぱりそのパーフェクトパートナー裸を見せたら ちょっと面白い方見つけたんでちょっと紹介していいですか。ちょっとお名前は何て言うんですか。この子ホムラって言って言います。ホムラ、ホムラ、ホムラ。え、何、マドカマギか。多分そうだ、多分そう、大体そう。え、俺もうめっちゃ今びっくりしてんけど、肩にウサギ乗っけてる子を初めて見たわ。この子でもテレビ3回出てます。テレビに出演済み。済み、もう待て、カビカビやないか俺ちょっと寒いんでね。え、テレビに出演中、ずじゅじゅんぶんじゅ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 ん。ちょっとおさわり大丈夫ですか。あ、全然。あ、やばい。あ、あーあああああ、はぁ、びっくりした、噛まれた。え、噛まんこいつ。え、噛まんとってな。やっぱり餌と間違えて感じあったり。噛まん、やっぱりそうなんですかねえ。超かわいい、ありがとうございます。キットカットの方ですか。あの、これキットカットじゃなくてキットカートです。キットカートこれを見てください、これですよ。これボディーブロー一発500円ということで、なんか面白い方が心斎橋の方におったのでちょっとやっていきたいと思います。ちょっといいですか。はい、お願いします。じゃあこれはちょっとなんかちょっと一つ聞いていいですか。はい、はい、何のためにこれをやってるんですか。じゃあ有名になるためにはなんかやらなあかんやろうと思って、もうケツか腹が殴られるしかないなみたいなそんな体を張らないと夢は達成できないと。もうやるしかないっす。やるしかない、これやるしかないですね。ちょっといいですか。私ちょっと格闘技経験ありなんですけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。あまりと格闘、まあ、地下格闘技の方なんですけど大丈夫ですか。大丈夫です。いけます。いけます。はい。お腹は結構硬いんですか。硬い。は、一応ボクサーなんで。一応ボクサーです。一応ボクサー、ボクサー、ボクサー。親父ギャグあ、いいですか。じゃあ一発、はい、ちょっとやっていきます。ちょっとやっちゃいます。ちょっとやっちゃいます。ちょっとだけ、ちょっとだけやっちゃいます。エルタンで気をつけよう。うわ、ちょっと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 面白いっすねこれ。ありがとうございます。うわ、もうでも硬い、すごいすごいお腹します。これもう皆さんやってください。やるしかないっす、はい、皆さんちょっとよかったらボディーブロー全員ちょっとやりましょう、みんなで。オッケーオッケー、ベリグオッケー、ベリグ。ヘイハニー、ヘイハニー、オーヘイハニー、クープリティハニー、俺のプリティハニー。ちょ、出会って5秒で意思疎通ありがとうございます。ちょっと今街角インタビューし、街角インタビューしてるんですけど、もうめちゃめちゃノリがいいんで、ちょっとあ、ちょっと撮ってって言うとるの、何本撮ってくれんかった、撮って言いよると、言いよるとすごい、もう大好き大好き。はい、ちょっと、ま、ちょっと普通に一回入れる大丈夫な、もう一回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 、今日からヘルベヘルベ、ヘルベ、グリコリ、これを見に来ました。せーのーがー、はい、今日からヘルベ今日からヘルベ、あれね、初めて見たわじゃあちょっとインタビューしても大丈夫ですか。インタビュー、お気に入り。今おいくつですか。22の年です。22の年もう新しい子見つけました愛かお金か。結婚するなら愛かお金か。あー、両方兼ね備えた人が欲しい。わっしょいわっしょい。愛も大事、めちゃめちゃ、はい、お金も大事、すべてにおいて、はい、それが一番ヘルベ、ヘルベ大体ヘルベ、そう、すべてにおいてヘルベ、ヘルベヘルベです、マジもう最高最高最高。なぜどっちをそんな欲張るんですか。それはもう人生においてやっぱりそのパーフェクトパートナーっていうのが必要。そういうわけで今日こそヘルベ、今日こそヘルベ、今日からじゃないです、
今日こそはヘルベなんですよ。もうこの方、はい。おいて一番大事なのはヘルベ。ヘルベ。じゃあちょっとじゃあ黒歴史とかは。いいよ、じゃあ言いづらかったら耳打ちでも何でもいい。これはちょっと聞いたんですけど、好きな人がいたんですけど。そうなんですけど、まあ、好きな人がいて、その方が、まあ、裸を見せたら会ってあげるよと言ったいろんなやつです。いいやいいや、行ったら行ったらもう。でそれで送ったのかどうか。あ、送ってないです。送りましたね。送りましたね。じゃあちょっと今の説明させていただきますと、好きな人がいて、それでちょっとその好きな人がアプローチしてたら、裸の写真を送ってくれたら会ってあげるよ。めちゃめちゃクズやんそいつで、やけどそんなクズ男やったけどもちゃんと送っちゃった。全然クズとかじゃない、こっちのミスなんで。こっちが本当に優しい優しい。あ、でもその人のことはやっぱり好きやった。好きで、今でも。今でも付き合ってはないです。裸を見せたのに。はい、振られました。振られたの、かわいいな。俺が付き合ってあげますこのこと。これをもちまして公演を終了させていただきます。どなた様もお忘れ物のございませんよう、今一度お手回り品をお確かめください。おおきに。